はい、こんにちは、ぐんじです。じゃん、銀の盾届きました。ありがとうございます。本当に皆さんいつも見てくださってもう本当にありがとうございます。まあ、10万人記念で銀の盾ということで、まあ1年以上前に、まあ、突破してたんですけれども、まあ、申請がめんどくさいかったと言いますか、まあ、別にいらないかなと思って申請してなかったんですけど、やっぱり、ね、後ろに飾ってた方がさ、なんかちょっと話に説得力がありますと言いますか、ね、初見の方が一緒にこう妊活について、なんか一緒に自分も入りたいなとか思ってくれるんじゃないかと思って、この際申請してゲットいたしました。というわけでね、これからもみんなと仲良く、話していけたらいいなと思うし、ちょっと本当に皆さんにありがとうございますというお知らせでございました。はい、大丈夫かなこれ、はい、あ、そうださ、後ろ見たことある？後ろこんな感じやねん。なんかベロアみたいな素材でさ、でもここになんか立てかけ用の棒みたいなのついてないからさ、ここ穴ね、奥歯ちょっと不安定。というわけで今日はちょっとみんなに、お話できてなかったんですけれども、実は体外受精に挑むことにいたしました。はい、ステップアップします。またおいおいね、そのステップアップしようと思ったきっかけとか、その理由、その体外受精ってどんなもんやみたいな話はまた別の機会、動画でお話できたらいいなと思うんですけど、ちょっとね、先にみんなに話したかったのに、体外受精やりますって先生と決めたらもうスケジュールがすぐ決まっちゃって、なんか気づいたらもう自分で注射する段階に入ってしまっていたので、ちょっとそこはさ、やっぱり自己注射ってどんなもんやみたいな知りたい方多いんじゃないかと思って、それは撮影しといた方がいいなと思ったから今始めます。はい、今注射します。やねんけど、ちょっと待ってね、実はね、冷蔵庫で保存しないといけない薬品なんですよ。じゃん、はい、今取ってきたんですけど、冷蔵庫で普段この注射はね、保管してるね。人によって違うと思うね、この種類とかは。でも私はこれで、このゴナール F ってやつやねんけど、これはね、なんかホルモンをコントロールしてもらって排卵を誘発するというような薬になっております。これさ、注射もしてて、今別で服薬もしてるんやけどさ、情緒が不安定なの。なんか今喋ってる感じもわかるかもしれんけど、結構ね、テンション高いとわーってテンション高くなるし、なんだろう、普段そんなことで怒らないのにっていうようなところで、すごいイライラしたりムカムカしたり、怒っちゃってる気持ちがこうわーって出たりとか、自分でコントロールするのがすんごい大変です。なんかイライラしてる気持ちとか悲しい気持ちを頑張って抑え込んで過ごしております。そうそう、でこれはね、腕とかじゃなくてお腹の皮下脂肪の部分に刺す注射なんですよ。だから自分で血管探したりとか別に全然しなくてよくて、ただお腹にぶっ刺してシューって、なんか液体を入れるっていう感じの流れになってます。そう、こんな注射なんてできるかなってすっごい不安だったけど、全然大丈夫でした。そうだからね、下の自己注射が怖いなって思ってる人は、本当に私でもできたから多分大丈夫だと思うよ。じゃん、こんな感じのペン型になってます。ペン型だからかな、ここね、これクリップがついてんの面白いね、注射なのにさ。ちょっと待ってね、真剣に行くわ。まだ3回目やね、全然慣れてないからさ。でも、この3回目で終わりなんですよ、採卵までの周期は。みんなも今自己注射してる人いるかな。お互いお疲れ様です。これさ、会社でやってる人とかもいるんかな。すごい偉いよね、トイレとかでさ。はい、じゃあまずこれがね、付属の針。待って、まずその前にこの動画を見ながら自己注射するというのはちょっとみんなは控えていただきたくて、自己注射の手順っていうのはちゃんとそれ用の、動画があるし、それ用の説明書きがあるから、それを見てしっかり手順通りにやってくださいね。これは私が間違ってるかもしれないからさ、ほら、真似しちゃダメですよ。はい、というわけで、あくまで参考に。じゃあ、はい、開けます。じゃん、
こんな感じでここに液体が入ってるから、もうなんか何かこういうさ、瓶からこう吸い取って注射しますみたいな手順もなくてさ、すごい簡単ですよ。でこれにこのちっちゃい針をくっつけるんですけど、このアルコール除菌をしないといけない。2枚入ってるから注射の先のところがさ、まだ針がついてなくて、ここの部分がゴム栓がついてるから、そこをねちょっとこのアルコールでふきふきするのが必要です。そしたら針の保護シールを剥がします。針を本体にくっつけます。こんな感じ。はい、もうここまで来たらほとんど終わりですよ。でなんかお腹のね、おへその下あたりに、注射するんやけどさ、ちょっとあんまり注射してるところはね、怖い人もいるからあんまり見えない方がいいよね。ちょっとこんな感じで刺すんですけど、はい。でここのダイヤルをカチカチって回すと、この投薬量が変わるから、私はお医者さん指定の、数字に合わせて、あとはね、もうここをこのキャップをチポンって抜いて90度にグッて刺して、入れるだけになります。刺して押して10秒経って押しながら引くと。じゃあいきます。ついに針キャップを外したら、本当に細い針、こんな細い針が出てくるから、握り方が大事だからギュッてやらないといけないから。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 できました。よかった。ちょっとやっぱ不安だな、ちょっと。はい、よかった。終わったらもうこの針をね、すぐにキャップ閉めちゃいます。そうで、これを針も抜いて、こちら針が抜けたのが確認したら、この針捨てる特別なケースに入れまして、であとはこれをカチッと閉めて完了でございます。はあ、見守ってくださってありがとうございます。いやー、よかった。ちょっと痛いかな。でもね、本当にもうね全然後も分かんないぐらい、どこに刺したか分かんないぐらい、本当に全然痛くなかった。うちさ、もともとめちゃめちゃ注射苦手で、痛み耐性が本当に弱くて、なんか親知らず抜く時も麻酔で、歯に打つ注射の麻酔だけで泡吹いたぐらい、痛みに対しての恐怖がすごいけど、でも私でもほぼほぼ痛み感じなかったです。これから自己注射される方で不安な方いると思うけど、もう本当にね、みんなそんなに心配しなくても大丈夫だと思います。ただメンズは別よ。メンズは奥様のお体をいたわってあげてください。本当に普段とは違うくて慣れないことがいっぱいあるから、なんかね、いやもうなんかどんなにね、痛くない注射とは言っても、自分で注射をするっていうことも精神的負担はでかいと思うので、ぜひ奥様の体をね、優しくケアしてあげてください。体も心もですね。はい、こちらで以上でございました。はい、ちょっと普段とは違う動画だったと思うんですけど、はい。で今後の体外受精のスケジュールなんですけれども、明日からはほぼ毎日通院しまして、で注射を打ってもらいます、向こうで。で超音波検査もして、いい日に採卵をします。はい、先生と相談して採卵の日を決めて採卵します。はい、採卵は卵子をこう何個か取って、でそれを凍結するっていう感じになります。ちょっとね、私もね、すっごい頑張って勉強してるけど、なかなか難しくて、ちょっと間違えてるとこあるかもしれんけど、その辺はごめんなさい。まあ、今月採卵して、来月か再来月に、その取ったものを、戻しますっていう感じ。はい、やばい、情緒不安定になりかけてる。
不安な気持ちがやばい。ちょっとまた不安になったら、もしかしたら不安です動画、みんなに不安ですっていうだけの、動画を撮るかもしれないけど、その時はお話聞いてください。はい、じゃあいつも本当見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。明日から通院頑張ります。じゃあねー。みんなもなんかお互い頑張ろう。バイバーイ。